はい、おはこんじるまん。いや、久方ぶりの収録でございます。ちょっとね、軽くラジオ形式になりますけど、お話はさせてください。いいよ、ありがとう。いやさ、人生で初めて完全に声が枯れちゃったのよ。まあ、ジルマね、年食ってからちょっとね、喉が弱くなっちゃって、収録で長時間喋りすぎたりとか、まあ、カラオケとかもそうだよね。ちょっと長時間頑張りすぎると、喉がもうカスカスになることはあったの。まあ、それでもね、寝て起きたら大体治るんだけど、今回はそのカスカスを超えて、まあ、声がほぼ出ないっていうか、出るんだけど、いや、本当にこれぐらいでしか喋れないんですよ。みたいな。こんな感じだったの、本当に。いや、さすがにこれはね、人生でも初めての経験だったから、ちょっとびっくりしちゃって、まあ大事をとって収録をお休みしてました。でね、ようやく、まあ、最低限これくらいはね、声が出せるようになったんだけども、まあ、さすがにちょっとね、長々とした動画を撮るのはまだ不安があると。ということでお待たせしました。今回の動画はこちら、ズドン。はい、まあ、こちらもね、だいぶ遅くはなってしまったんですけども、モビルスーツアンサンブル再販8弾のアソートと配置を確認する動画。もちろんいつも通り重さも測ります。では開ける前にいつも通りの注意点をお話しさせてください。ここでお見せする配置というのは新品未開封の状態のものでございます。お店に置いてあるものは他のお客様が移動させたり、もしかしたらね、お店側が転売対策で場所を変えている可能性があることをご了承ください。それからこの動画の配置をもとに過度なサーチ行為をするのはやめましょう。他のお客様の迷惑になってしまいます。ジールマンとのお約束だぞ。といったところで早速上げていきますね。はい、こちら今回はね、 F91 がズドンと出ておりますよ。では開けます。あ、今回サイドないじゃん。あ、いいね、簡単。オープン。はい、こちら前回の27段からと同じで、上側に、箱の上側にラインナップが記載されるようになっております。そしてこちら開ける順番なんですけども、いつも通り左上から左下へ、お店でいうところの左列奥から手前に向けて開けた後に、右から右上から右下へ、このね、右列奥から手前へといった感じで開けていきますので、そちらご了承ください。ということでこちらね、左上の1個目からいきましょう。はい、こちらが今回のね、箱ですね。まあ、大きい箱とほぼ同じなんですけども、フルカラーでしっかりと F91 や配膳スレイ2が載ってますね。これにはヘビーガンとか、はい、こんな感じです。で、ラインナップ F91、 ヘビーガン、配膳スレイ2、フルドド2、武器セットでございますね。で、側面1、側面2、もうこの辺もなんかだいぶシンプルになっちゃいましたね。背面もこんな感じで非常にシンプルな仕上がり。そんじゃ開けます。はい、ではまず左列が終わりました。続いてね、右列の方を上から開けていきます。はい、ということで一通り開封しました。今段の配置なんですけども、左列上から順に F91、 ヘビーガン、配膳スレイ2、フルドド2、武器セット、そして右列 F91、 ヘビーガン、配膳スレイ2、フルドド2、武器セットとなっております。もう見てくださってる大抵の方は、全5種だった場合は左右対称なんでしょって思ってるかもしれないんですけどね。まあ、ジールマンも常にそう思ってるんですけども、もしね、これが違ってた場合、結構話が変わってきます。もしそうだった場合は、その箱がエラー品だったりとか、その動画を見て他の方もね、配置が違ってたよってなったら、それはもうね、大きな変革でございます。そういったものを逃さないためにもね、日々、これからも観察はしていこうかなと思っております。それでは引き続き、今段の重さ、測っていきましょう。
さあそれでは測っていくんですけども、その前にいつものねジールマン重さ予想を聞いてってね、重い順で言うと、まず配膳スレイ2、これは鉄板で、次がねちょっと悩ましいんだけど多分ヘビーガンで、その次が F91、まあ、F91 の方がねベスパーがあったりでちょっと重そうに見えるんだけども、多分ねヘビーガンの方が全体的に大きいから、この辺が重さに影響してると思うんだよね。で次がどうだろうな、ギリ武器セットで、最後がフルドド2。これの理由に関しては、武器セットの方が PVC 軟質素材のアイテムがいくつかあるんだけど、フルドド2は確かねフル ABS だったはずなんでね、だからこっちの方がギリ軽いんじゃないかっていう予想ね。改めてジールマンの重さ予想はこちら、ズドン。皆さんもぜひね、手元にあるボックス版であったり、まあカプセル版でもいいです、その辺を持ってちょっと一緒に重さ予想をしてみてください。それでは皆様、予想できたでしょうか。では始めましょう。さあそれでは測っていきましょう。ジールマンの重さ予想順ということで、まずはね一番重いであろうこちらね、配膳スレイ2でございます。果たしてこれはいくつかなと、よっ、おー、48.96、 ほぼ 49g ですね。さあそして続いてはジールマンが2番目に重いと思ってるこのヘビーガンいきましょう。どうだ、 47.29g、 まあやはり配膳スレイ2よりは軽かったですね。ここまでは合ってますが、さあ次ですよ、次はいこちら、F9… あ、これ配膳するやつだったごめんね、こっちこっちこっち、はい F91 ですね。これが、ヘビーガンよりも重いのか軽いのかってとこですよ。いきましょう、よっ、バー、 47.64、 これはわからんかったな。約 0.3g の差でヘビーガンよりも F91 の方が重かった。あー、この時点でジールマンはハズレです。まあとりあえず最後までいきましょう。次はね、おそらくこの武器セットの方が重いと思うのでこちらいきます。 36.27g、 そしてジールマンが一番軽いと予想しているのがこのフルドド2ですね。これは当てたいとこですけど、果たしてどうなのか。このね繊細な指を持つと言われるこのジールマン自称ね繊細な指を持つジールマン、どうなのか。 34.18、 ここは合ってましたね。てなわけで、再販8段ボックス版の重さ、重い順に上から配膳スレイ 2F91 ヘビーガン武器セットフルドド2でした。いやー、結構ね本当に重さをねこう繊細に感じれる感じれると自称して、まあまあ外してるわけですけども今回もね約 0.3g の違いが分かりませんでした。悔しいですね。さてそんな自称繊細な指を持っているジールマン、まあ、これね今回喉を潰して空いてしまった時間でとあるアンサンブル作品を作り上げました。それがこちら、ヒューズ。すいません、またズゴックですどんだけハマってるんでって話なんですけども、いやこれに関してはねちょっとあの視聴者さんからリクエストがあったんですよ。こちらアンサンブル27段について熱く語りたい動画でのコメントなんですね。そこでこんな風にアイアンマンカラーに塗装して見せてほしいですとコメントいただきました。ありがとうございます。ちなみにこちら X の方ではすでに投稿済みなんですけども、よければ改めてご覧ください。でですね、まあそのアイアンマンカラーというリクエストだったわけなんですけども、やっぱズゴックそのものってアイアンマンというよりはあのハルクバスターに近いんじゃないかなっていうのがジールマンの考えでして、じゃあ単純にこういったねアークリアクターを作ってアイアンマンカラーにするだけじゃなくて、少しハルクバスターに寄せようということで、14段のエイジ・タイタスの型ですね、これとズゴックの腕部をミキシングしました。あとはさっき言ったこのね胸部、まあ胸部というかほぼ胴体なんですけど、ここのアークリアクターをリューターで削って製作したくらいですね。あとは本当にほぼほぼ無改造のズゴックでございます。はい、後ろ側はこんな感じ。まあアイアンマンカラーということで当然ながら全て、光沢トップコートでツヤツヤに仕上げてあります。まあただ難点として
ちょっとね、タイタスの肩を使ったことで少し可動域が狭まってしまいました。これはミスでしたね。もう少し肩の取り付け位置を考えれば腕を上に上げることもできたんですけども、ちょっと今はね、これは限界でございます。それからモノアイとアークリアクターは蛍光塗料なので、こんな感じでね、はい、ブラックライトを当てると光ります。それから27段ボックス開封動画でご紹介したこの偽ガンダムズゴックと合わせるとこうなります。いや、ここ最近本当にね、こういったアンサンブルの改造作品全然やってなかったんですけども、ズゴックが出てからめちゃくちゃはかどってますね。それぐらい本当にズゴックは可能性の塊だと思います。なぜならもちろんね、このままでも十分なんですけども、こんな風にモノアイを外して頭部を乗っけるだけでめちゃくちゃごついボディーパーツの演出ができちゃう。正直これだけでめちゃくちゃ強そうなんですよね。あとは今回のようにちょっと工夫すればこうやってね、ごつい肩とかも演出できるんで、ああもう、あとはね、いくらでも強そうな選手を生み出すことができちゃうわけですよ。いや、ほんとね、再販8段ボックス版の動画で言うことじゃないかもしれないんですけども、それにしても本当にこの27段のズゴックは優秀すぎます。まあジールマン、ちょっとね、地方事情は全然わかんないんですけども、都内に限って言うんだったら一応まだね、27段の実機版ちょこちょこ見かけたりするので、まだ手にしてないよという方はぜひぜひね、回してみてはいかがでしょうか。ということで今回はモビルスーツアンサンブル再販8段ボックス版の配置と重さを確認する動画でした。今回の動画が良かった、参考になったと思ってくださった方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。